誰じゃ！わらわの通り道に東山を置いたのは。恋する乙女が東山、目を閉じて探そうぞ恋占いの石。はあ、胸が苦しい。目障りな男どもはメロメロメロ捨てておけ。わらわの手にかかるのであれば本望であろう。怒られようとも心配など無用じゃ。何を石に変えたとしても京都中が許してくれる。なぜならそうよ、わらわが美しいから。はんなり、ああ、はんなり泣くの気持ち。あの鐘がわらわの名を呼んだ時、リンゾー、鐘が鳴ったのじゃ。これが告白。本人わらわはメロメロの末、縁結びの聖地であの方を思う。はんなり、赤い灯籠はウェディングロード。いつか必ずあの方と、いや、水浦みくじに尋ねる恋と行方。わらわの願い叶えてほしい。天の橋立ての景色さえわらわの美しさには叶うまい。愚か者、見下しすぎて逆に見上げてしまう。この地を手に入れても伝統に背いても見逃してほしい。わらわの美しさに免じて。この気持ち、しなやかな腕や胸まで親わしい。これが噂に聞く結婚。本にわらわはメロメロドスエ。地毛で言います文金高島田。どうぞ似合うかな。はんなりフォーリーラブ。調子に乗るな。